ミス調布コンテスト2017実行委員長の白井さん、そしてミス調布の山口さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。例年10月の第2週目の連休に調布市商工祭りが開催されていますけれども、今回の商工祭りの概要について教えてください。はい、今年の第62回調布市商工祭りは10月8日日曜日、9日体育の日の2日間の開催となります。具体的には市内商工業者の皆様を中心に飲食・物販コーナーをはじめとして特設ステージでのイベントもご用意しております。昨年度使用できなかった調布市文化会館田作り紫ホール・くすのきホールを使用し、紫ホールでは市内商工業者の PR 展示コーナー、くすのきホールでは1日目にジャズライブ、2日目には恒例のミス調布コンテスト2017決戦大会を開催します。いや、内容盛りだくさんで楽しみですね。そして今回もミス調布コンテストを開催されるということなんですけれども、ミス調布の皆さんが調布市観光親善大使に任命されたと伺いました。はい、2年前の調布市政施行60周年記念として復活したミス調布コンテストですが、おかげさまで年々様々な行事イベントに参加をさせていただき、調布市の PR 活動を行ってまいりました。活動の成果として今年の5月に調布市観光協会からミス調布の3名が調布市観光親善大使として任命されました。任期は10月9日のミス調布コンテスト決戦大会までとなりますが、調布市観光親善大使としてより一層調布の魅力を発信していきたいと思います。そうなんですね、ますますミス調布の活動の幅が広がったんですね。さあ、それでは応募資格、応募方法など詳細を教えてください。はい、応募資格は調布市内に在住、在学または在勤の方で、健康で明瞭な18歳以上の未婚の女性となります。ただし高校生は除きます。応募方法は調布市商工会ホームページから申し込み書類をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、調布市商工会に郵送か持参していただくか、 Facebook、ミス調布の Twitter や YouTube など各種 SNS サイトの応募フォームからもアクセスすることができますので、そちらからお申し込みすることが可能です。次戦他戦は問いません。申し込み期限が8月28日月曜日の正午までとなっております。昨年度お申し込みいただいた方からもぜひお待ちしております。そして選考スケジュール、ミス調布の具体的な活動を教えてください。はい、選考のスケジュールは予選会が9月10日日曜日午前10時から調布市商工会館3階で、こちらは非公開の審査となります。決戦大会は10月9日の体育の日午後0時半から調布市文化会館田作りくすのきホールで開催します。なお、予選会の参加者全員に参加賞をプレゼントいたします。またミス調布グランプリ1名と準グランプリ2名に選出された方には、調布市の公式行事や商工会主催でのイベントでの対応、 JCOM 調布 FM への番組出演などのメディアへの出演を通じて調布市観光親善大使として調布の広報活動を行っていただく予定です。もう本当にいろんなところに活躍の場があるんですね。では最後になりますが、市民の皆さんにメッセージをまず山口さんからお願いします。はい、現在のミス調布の任期は今度の商工祭り最終日までとなりますが、商工祭りもミス調布コンテストをはじめとして様々なイベントを企画しております。詳細については調布市商工会ホームページを検索してください。また私自身1年間をミス調布の活動を通してはテレビやラジオ、様々なイベントへの参加など本当にたくさんの貴重な経験をさせていただいて、自分自身の成長を感じられるとても充実した1年になりました。ミス調布の3名と支えてくださる商工会や青年部の方々と一緒にとても楽しく活動ができます。番組をご覧の皆様からの多くのご応募お待ちしております。続いて白井さん、お願いします。はい、
調布市観光親善大使として任命され、ますますパワーアップしたミス調布コンテスト2017を盛大に開催するとともに、2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・パラリンピックへ盛り上がりの機運を高めていけるようミス調布の活動を運営していきたいと考えています。一人でも多くのご応募心よりお待ちしております。ぜひご参加ください。ミス調布コンテスト2017実行委員長白井さん、そしてミス調布山口さんにお話を伺いました。